Traveler's Cafe。ライフトラベラーズカフェへようこそ。松並弘です。若菜です。さて今回もバルセロナに来ていますが、はい、バルセロナといえばスペイン語ですカタルーニャ語です。言えませんカタルーニャ、カタルーニャ語ってちょっと分かんないね。分かんないっていうか どれがスペイン語がよく分かんないから、ね、でバスクの方に行くとさ、またバスク語が入ってくるじゃない、ね、スペイン語だけどバスク語が入ってきて、うん、でマドリッドに行くとスペイン語だからまたカタルーニャ語とは違う言語になるわけじゃない、うん、と難しいよね、まあ、でも山形弁で庄内と北間弁も違うからね、うん、そういう感覚なのかもね。同じ県の中でも、ね、言葉が、まあ、だいぶ違うよね。だいぶ違う、単語も違うしね。だから、まあ、そういう感覚なんだろうね、うん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 、でそうマドリッドに行った時に、うん、本当に英語が通じなくて、うん、お店の人とのちょっとした会話も全然なんかうまくできなくて、で一生懸命ほらお店の人もさ、うん、話しかけてくれるじゃない、スペイン語で、ね、そうでも本当に分かんなかったんだよね。そうなのよ。なんか、どこに行っても英語ぐらいは通じるかなと思っていたんだけど、そのスペインの首都だからさ、で今日お寿司屋さんに行きたいと思ってお寿司屋さんに英語で予約できますかって聞いたら、うん、全く何言ってるか分かんないみたいなことをスペイン語で言われて、うん、カチャって切られたんだよね切られたでこれは今日はどうしようと思って、結局iPhone の Google 翻訳でスペイン語にして、ボタンを押すとね、スペイン人が喋るのよ iPhone で。スペイン人か分かんないけどスペイン人でしょ。そうだね、うん、スペイン人が喋るんだけど、はいはい、それは電話越しで押して予約できたと。よく予約できたっていうぐらい、その全く歯が立たなかったんだよね、スペイン語ね。そうでもなんかそのスペイン語っていうと、うん、日本人の私たちというか私たちだけかもしれないけど、うん、この外国語の例えばイタリア語、フランス語とか、うん、そういう感覚じゃないでスペイン語みたいな感じだったんね、うん、でやっぱりまあ、日本語の母国語の次はやっぱ英語は絶対覚えておいた方がいいよね。で、うん、次の第3外国語はじゃあどれ選んでもいいよねみたいな、うん、そういう感覚で捉えていたんだけど、うん、そこスペイン語って、うん、世界の、うん、なんか世界のというかね、うん、5億8000万人いるんだって。そうなんです、世界で話す人がね、60億人中、まあ、1割ぐらいか。だからだって南米もスペイン語、まあ、ちょっと多少それぞれ地域によって違うにしてもスペイン語、うん、でアメリカもスパニッシュの人がいっぱいいるから、うん、スペイン語を話せたらすごく喜ばれるって聞いたし、って言ってたよね。そうよね、こっちもスペイン語だし、うん、なんかスペイン語を学んだ方がいいんじゃないかって思えたんだよね。いやスペイン語で本出したい夢は大きいね。はい、ぐらいなんかね、うんうんうん、新しいそのなんていうかな感覚、この世界に出てみたからこそ、うん、なんか今その世界の人たちとつながっていく上で、うん、何を学んだ方がいいのかとか、うん、なんかそういうところの新しい視点が得られたなと思って、うん、そうだね。今回ほどちょっとスペイン語話せた方がいいなと思ったことはないね、うん、ちょっと簡単な言葉でいいから、簡単な言葉でもいいんだけど、本当になんていうの、数を数えるものから全部違うし、うん、全部こう英語と少し似てるとかじゃないのね、全然違うと思う、ね、そうだよね、うんうんうん、ということでスペイン語教室に通いたいと思います、うん、嘘つけ通いたいと思います。さて、今回は引き続きジョーさんの回ですね。はい、先週からまだ反響も大きくてですね、はい、あの後どんな話になったのかという期待の声もあるわけなんですが、でもそのなんだろうね、よりこうなんかこう人の本質みたいなところの話が聞けるんじゃないかなと、うん、そしてジョーさんの温かさというか、うん、愛というか、なんかそんなところに触れられるのではないかと思います。はい、ということでジョーさんに会いに行っていきたいと思います。その写真を撮り始めたのはいつからなんですか？撮り始めたのは高校生ぐらいで、使い捨てカメラで、うんうん、こうバシャバシャ撮ってたんですけど、うん、まだその頃って自分には才能が何もないって思ってたから、うんうん、カメラその撮るのは好きだったけど、自分が何か特別な才能があって、うんうんっていう感じで撮ってなかったし、自分に期待なんか何もしてなかったから。ということは、高校生の頃そうじゃないですか、はい、で今は撮ることで、役立ってるなっていうのは少しはあるじゃないですか、はい、その時からこの今の気持ちにシフトした出来事とかはどういうのがあったんですか？その自分なんてって思うところからやっぱり仕事ですね。仕事でなんか意外と独立するのが早くて、もう下積み2年しかやってないんですよ。それでなんか仕事でボンボンボンと行った時に、仕事の依頼が来るってことは、それなりに必要とされてるのかなっていう、うん、本当にそれぐらいのもう自分のなんていうんだろう、価値が低いんで、うん、低かったんで、うん、やっと自分は人と同等の価値を持ったのかもしれないっていう感じです。なるほどね。じゃあお仕事をこういただく中で、その自分の自己肯定感がこう上がってきたという感じ、そうですね。なんか自分には才能がなかった、何もないと思ってたから、それをなんか見出して、最初に見出してくれた人がいて、僕の中でその第二の人生の恩人なんですけど、もう二方第三の人生いや本当にその方もカメラマンなんですか？その人は、ライターさんで、今雑誌とかそれこそ安室さんとか、石原さとみさんとか、最初の雑誌の最初のインタビューページとかでやって活躍されてる方なんですけど、その当時はまだ本当にアルバイトのライターさんで、しかも僕16歳で向こう18歳で、初めてクラブってどういうもんだろうって初めてその16歳の時に友達に連れられて行った時に声かけられて、でそこが最初の出会いだったんですよ。すごい。だから本当にでもうそれ以来、絶対クラブって面白くないなって思って何すればいいんだろうっていう感じだったね。じゃあそこで出会いがあって、そこからセブンティーンっていう雑誌があって、そこのなんか読者モデルっていうのじゃないんですけど、モデルのなんか彼氏役みたいな、とか東海道線沿いのなんか高校生ランキングとかっていうページがあって、そこにたまに出てて、でそれで卒業した後5年間ぐらい、何も音信不通じゃないけど、それぞれの、で俺サラリーマンやってたんですけど、大学卒業してから、仕事し始めてこう3ヶ月ぐらいでもう辛いなと思ってる時にたまたままた再会して、でそれでなんかサラリーマン辛くてさどうしようとか思って、就職したはいいけどどうしようって言ってです、でその時にインドもうすでに5回ぐらい行ってて、その時の写真を見せたら、カメラマンになればって行ってくださって、その方がでそっからサラリーマンやりながら土日カメラマンのアシスタントをやって、うん、そこから2年後に、独立していきます。ってことは、2年間は就職してたの？そのかいややりたいかどうかっていう期間が半年あって、それは平日サラリーマンで土日カメラマンアシスタント、それは半年ぐらい、それでこの仕事は面白いって思って、もうそれで辞めますって言って、カメラマンすっごい辛いんですけど、もう奴隷のような日々なんですけど、休みの日もないし、寝る時間もないっていう感じなんですけど、それで2年間やって、デビューのきっかけも話したら、これもなんかすごい偶然っていうか、面白い話じゃないですけど、なんか今でこそ有名な女優さんでテイクラナーちゃんっていうんですけど、当時セブンティーンのトップモデルで、僕アシスタントだったんです、で独立をする前に営業しなきゃいけないから写真を撮らなきゃいけないんです、自分の作品、なるほどね。でナナちゃんがすごい好きで、笑顔がこうすごいパートしててすごい好きで、それでちょうど集英社のスタジオに行った時にたまたまいて、でちょっと個人的に撮らせてくんないって言った作品がきっかけで、109のブランドの広告の1年間レギュラーが決まって、そこから結構トントンと来ました。でも今もなんかちょっと撮らせてって言ったのがすごくスタートの、始まりっていう。それはその時はどういう関係性だったんですか？ただの仕事仲間で？仕事仲間ですで、アシスタントで、俺はダメアシスタントなんで本当に怒られてばっかりで、現場で、でも向こうは別に高校生で、14歳、中学生ですよ。中学生で、北海道ロケとか行ったら、モデルとかの、子守じゃないですけど、面倒見たらおこがましいんですけど、じゃあ面倒見といてとか言ったりとか、そういう、感じですね。なるほどね。でもその写真を撮るときに、この写真で俺はブレイクしてやるとか、そういうのはなかったわけでしょ？このなあちゃんを撮って、もう本当に作品を作んなきゃいけない、じゃあモデル誰使うって言ったら、俺なあちゃんすごい好きだからと思って声かけただけです。本当素直だね。本当素直だね。なんか最初のなんかそのね、写真家になればカメラマンになればって言われて、でそのまま別に半年間はね、本当にそれになりたいかどうか分かんないながらも、土日ねカメラマンのアシスタントにすぐついてやってったりとか、すごいその素直だな。すごい。で当時そんなに有名じゃなかったんで、まだ中学生だから。で結構カメラマン業界だと白人のモデル使ってちょっとかっこよくファッションでとかっていうのが主流だったんで、そこで日本人のモデルを使ってっていうのはあんまりみんなやらなかったんですけど、本当個人的に可愛いなって思ってたんで。でもそのファッションって何っていうのを理解してなかったんで、なんか自分が撮りたいようなものをもう撮って、そこが大事だね。自分の撮りたい、やりたいことをただ素直にやると、作品作りだから本当にその人の良さが見えるんだろうね。そうだからファッションって言われても意外と分かんないっていうか、うん、何なんだろうって思ってると節があって、なんかこれ広告とか今街中の広告見たら分かると思うんですけど、結構ハイブランドとかのそのモデルの表情とかを見てると、じゃあそういうモデルの眼差しを自分は、受けたいかって言われた時に、そんなになんかいい表情してるかなっていうのがあって、そこは結構疑問だったんですよ。一般的にはじゃあそれが主流でファッションモードで流行だからっていうのはこうさておき、じゃあそれがすごいなんかこうなんかそう見つめられたいなっていうものなのかって言われた時にすごい自分の中で疑問が出て、よくわかんないからとりあえず自分が好きなものをなんか撮ってこうっていう感じ。面白い視点だね。そういえばでもなんでバルセロナに住んでるんですか？これも実はお父さんが60年ぐらいヨーロッパ住んでて、で事故って、日本の老人ホームに入ってたんですよ、入ってですごい自由な生き方をしてきて、すごい自由な人生で最後人の人生がこうやって老人ホームで隔離されて、でまだピンピンしてるんです。ピンピンっていうか全然意識はっきりしてるし、全然歩ける、杖ついてますけど、歩ける状態でその老人ホーム入って、でそれを見た時に、人の人生がそうやって終わっていくっていうのがを目の当たりにした時に、しかも自分の第一の人生の恩人なんで、なんかそう見て見ぬふりができなくって、自分の仕事が忙しいからって言って、じゃあお父さんじゃあたまにじゃあ会いに行くからねだけで、済ませたくなかった、でこれは犠牲だと思ってなくてですけど、自分を産んでくれてこの世に産んでくれた、親への感謝だと思って、で母親ハンガリー人なんで、ハンガリー住んでるんですよ。また施設に入ってて動けないんですよ。だからなんかもうお父さんとお母さん二度と会えないっていう環境、状態だったんですよ。もう二度と会えない、生きたまま二度と会えない老夫婦がいて、自分の親で、で自分は好きな仕事をしてて、自分だけハッピーで、両親がこうあんまり幸せじゃないのに自分だけ幸せ感じて生きてられないっていうのがあって。日本にある仕事を全部切って、お父さんを連れて、ヨーロッパに移住することを決意したんですけど、でもそのヨーロッパのハンガリーはちょっときつかったです正直、気候とか俺ハンガリー語できないし、でフランス語は英語だったらいけるんで、5つぐらいチョイスがあったんです最初、でやっぱり天気いいとこがいい、で海近くって、で日本だと鎌倉住んでたんで、海あって山あってちょっとなんか都心から近くてみたいなところを探してたんですけど、したらバルセロナ、うん、昔撮影で行ったことあってすごいいい街だなと思ってたんで、うん、それでバルセロナに移住して、うん、飛行機で2時間ぐらい母親に会いに行けるし、うん、そしたらでお父さんもヨーロッパに住めるし、うん、空いた時間に一緒に旅行できるし、うん、っていう感じで移住しました。素敵だね。はい、その日本でそのたくさん仕事があった時に、はい、それをこう手放していくっていうのはなんかスパッと決めれたものですか？うん、やっぱなんか、うん、見てられなかったっていうのがあって、でもこれはもう犠牲と犠牲じゃないのギリギリだと思ってて、もうこれ以上できない、これ以上できないけど犠牲ではないって思ってるんで、自分の親が生きてる間に自分のできる限りのことをしてあげられてるかなって思ってるんですよ。いつもだから本当にあれなんだね、自分の本当に大切なこととか、うんうん、大事な人への気持ちとか思いを、うん、なんか軸に生きてらっしゃるんですね、うん、なんかかっこよく聞こえるけど、言葉にするとかっこよく聞こえるけど、うん、なんかそうですね、とてもシンプルに私は感じました。シンプルです。人としてとてもシンプル、そのまあ、根底がその自分は あまりなんかこう自信を持って育ってこなかったんで、その自信持てるためにはなんか人にしてあげられること、を常に、それはなんかこう小敷だろうと、なんか知らない人だろうと、知ってる人だろうと、仲いい人だろうと、芸能人だろうと、もうひっくるめて自分のができることっていうことにフォーカスしてかった結果かなと思って、なるほどね、面白い、いや、いい話だ、いや、なんかね、バルセロナでお会いした時はそういう話はね、しなかったですね。する時間がなかったけれども、こういうその突っ込んだ話を普段あんまりしないんで、悩みあるとかって言われるんですよ。へーなんかすごいいつも楽しそうで、悩みとかなさそうみたいな感じで見られるんですよ。でなんか冗談ばっかり言ってとか言って、だから、まあそれはそれで、まあ、どう思われてもいいんですけど、でもそう見えるのかなとかそんな見られてるんだとか、その日本でのこう生活とバルセロナに移ってからの生活ってどんな風にこう変わったんですか？まあ仕事を切ってって向こうにいる、島田純子さんっていうデザイナーさんいるんですけど、よく仕事をしていて、そのつながりだったり、あとパリにも住んでたっていうのがあって、それでなんか向こうにいるつながりの、お仕事をしてって感じですね。ライフスタイル的なところ。ライフスタイルですか。どんな毎日なのかな。はい。鎌倉に近い、雰囲気のヨーロッパ版みたいなところに住んでて、海沿いなんですけど、基本的に出歩かないです夜は。飲みに行って歩くことは誘われない、自分から誘うことはないので、あんまり飲みに誘われたら行きますけど、基本的にはこう波ある時はサーフィンしたりとか、そのかっこよく聞こえるけど別に海で遊んだりとか、うんまあ、山登りしたりとか、うん、で意外と乗馬とかが安くて、へすごい癒されるんですよ。乗馬して森の中を散策したりとか、素敵だね。そうすごい安いんですよ、意外とすごいんですよとか、うん、あとものづくりですね。ものづくり、例えばなんか向こう行ってから動画をすごい挑戦していて、へで最初なんかどうなるか分かんないから自作自演でなんか自分がしかも自分の声って自分で聞くとちょっとなんか違和感あるじゃないですか、うん、だからなるべく喋らないようにしてナレーションだけ、うん、ナレーションだけちょっとなんか入れてこう自分がこう伝えたいことをなんかストーリーを作ってみたり、うんうん、とかそういうものづくりってしてます。おじゃあなんか外といろいろつながるというよりもこう自分の世界でなんかこう創作活動とかやっている。それにはすごくいい環境。いいですね、はい、うんでなんかメッセージ性があるのがやっぱり好きで、うん、その本当はどうなのこれみたいな、うん意外とそのヨーロッパの人が日本人よりも何か分かってるのかって言ったら、うん、実際はそうでもないかもっていう思いがあって、うん、っていうのも一番先進国 その欧米の文化だったら、うん、先進国なんだから街中にいる人がすごい幸せそうで、うん、ハッピーで、うん、っていう顔が見えてもいいはずなのに、そうじゃないでインドとか行った方がアフリカとか行った方がすごいハッピー な表情が見られるっていうことを考えると、じゃあどこかで何かを履き違えてるんじゃないかなっていうその僕はそのベルギーで育ってるので、そういうその目の当たりにしてきてるので、うん、それでじゃあこういうトピックだったら、うん、なんだろう例えば向こうで今よく話されるのがそのじゃあ女性とは何かとかその男性と女性のその性差別みたいなのをなくそうっていう運動がすごいかったりするんですけど、うん、でそもそもじゃあ女性らしさ男性らしさっていうところってが履き違えられてるんじゃないかなとか、うん、この前よく議論するんですけど向こうの人とじゃあ人間は動物じゃない、うん、人間は人間で動物とはきっぱりとした境界線がある、うん、いやそんなことはないとか俺はそんなことはないって言って、まあ、議論はするんですよ、うん、じゃあネズミ と人間のこうを解剖して、うん、一個一個部位を取っていって、うん、じゃあネズミになくて人間にあるものって何か出てくるかって言ったら何も出てこないじゃないかって言ってでしたらジョーは考え方がおかしいとか言うからいやそんなことないでしょとか思って同じ哺乳類なんでそういういろいろなんか分かってるようで分かってなかったりその分かってたらもっとハッピーでいいじゃんな顔してていいと思うのに、それがそうじゃないからそれが答えなんじゃないかな、うん、って思ってるんだけどね、はい、これからはなんかこんなことやっていきたいというのありますか？これからはですか、うん、やっぱりなんかそういう思いそういうことをまあ自分らしい表現で伝えていきたいって思っています、うんうんうん、で最初に、うん、みひろさんと、うん、2回目に会った時にそうその本を作りたいみたいな話をして、うん、そういうそのもうすぐオリンピックだから、うん、なんか日本人が外国人に対して引け目を取らない、うん、なんか劣等感を感じないようなこととか書けたらいいなとかやっぱり、うん、負けちゃいけない日本人、うん、ですごい深くて長い歴史がと文化があるから、うん、その国際社会に適応しながらもちゃんと自分たちのアイデンティティを残しとくっていうことはすごいそうあってほしいって思ってます。で僕はハーフなので、うん、どんなに夢見て日本人になりたいって思ってもなれないから、うん、だからせめてその純潔の日本人たちが自分のアイデンティティに誇りを持ってその国際社会に立ち向かえる能力があればいいなっていう本が作れればいいそういうのとか例えば、あと何ですかね。写真は引き続きもちろん、うんはい、もちろんそれはそうですね、うん、それはもう生きがいです、うん、いいね、生きがいです、生きがいですよ、素敵だね。いい話だったね。深い話でしたよ、うん、さてかぶりましたが、はい、今回のお話の中でミヒが気になった点はどこですか？僕はね、本当今まさにというか、うちの父親が、ずっと46年間やってきたお寿司屋さんを、辞めて引退して、僕としてはこれから好きな道を歩んでいけるのかなと思ったところに、こういろんな体の不調だったり病気だったりというのが見つかって、人生これから、もう終わりなのか、それともまた、楽しんでいけるのかっていうような、タイミングにあるんですけど、なのでなんかちょっと自分と重ね合って聞いてしまったんですが、親のためになんか僕ができることは何かなっていうのは考えて、ずっと関わってきたんだけど、でも今はちょっとある距離を思いっきり縮めようと僕はしてなくて、その親の決断に委ねてこう付き合っていこうかなと思ってるんだけど、ジョーさんの話を聞くと、それでいいのかどうかっていうのもまたね、ちょっと考えてしまう。なるほどね。聞いてる皆さんもまだご両親がね、元気だったりすると思うので、そういう視点で考えたり聞いてみると、どのような、選択をもしくは関わり合いをしていくといいのかなっていうのを考えるきっかけになったんじゃないかなと思うんですが、そういう意味では、ジョーさんが羨ましいと変だけど尊敬するというか、なという気がしました、ね、はい。でも両親の件で悩んでいたり、ちょっとその自分を生きることとその家族、両親を含めてね、例えばお世話しなくちゃいけない立場だったりとか、そういう状況にある時ってものすごく葛藤があるじゃないですか。そうだね。私自身はもう両親がもうどちらももう亡くなっているんですけれども、でもやっぱり亡くなる時は2人ともやっぱりそれぞれ大病だったので、そのお世話であったりとか、私は一人っ子っていうこともあって、そこで自分を生きることとの狭間でものすごくこうなんか心が裂かれるような思いがあったこともたくさんあるし、だからその中で自分がなんだろうハッピーでなんかこう悔いがないことを両親に対してもやっていくっていうところの道を探すっていうのは難しいよね。難しいね。正解がないからね。正解がないからこそなんか自分にとってみたいなところが、そうなんか自分の生き方が現れるっていう感じですかね。うんうんうん。はい。岡野さんはどこが？ちょっとそこの話につながると思うんだけど、そのジョーさんがお話ししていたフレーズの中に、ここまでやったら犠牲、これ以上やったらね、そうこれ以上やったら犠牲になるけど、その手前でギリギリのところでやるっていうところがね、なんかすごく心に残っていて、なんて言うんだろう、やっぱり愛する両親だし、もう自分を産み育ててくれたかけがえのない両親であるから、両親に対しての愛というかね、思いはご恩返し、それはやっぱり悔いがないように一生懸命やりたいけれども、やっぱり自分という人生があって、もうすでに自分という人生が進んでいて、動いている中でやっぱりどう折り合いをつけていくかっていうところの答えが、まさにそこにある気がして、その自分にとってのギリギリの境目、犠牲とそうじゃないところの境目っていうのを探していくことがそれぞれの課題だと思うんだけれども、でも悔いなくやりたいけれども自分もしっかり生きたいってなった時に、その犠牲じゃないギリギリ、もう一生懸命これ以上はできないけど、でも今やってることは全部その罪悪感とか犠牲でからではなく、本心というかねからやるみたいな、そのなんだろう感覚をうまく言葉に表してくださったなと思って、なるほどね、とても感銘を受けました、このラインは見つけるの難しいけど、そうね、これはでも、ここの意識を持って関わることが大事なんだろうね。そうだね、でもやっぱり自分にとってどうなのかっていうところを大切にしていくことがすごく大事だなと思います、ということで、今日の質問は、どのように恩返ししたいですかです。これはその、ジョーさんがね、自分を産んでくれたからこそ、恩返ししたいなっていう、エピソードがあったから、一応、両親にっていうインタビューの中ではあったんですが、その両親に対してでもいいし、大事な人に対してでもいいし、なんですが、僕の答えは、ありふれてるけど自分が悔いなく生きるかな。そうだね、そこに尽きるよね。僕はまだ、一応元気だし、自分の子供が同じような、こう立場になった時に、親としてどうなんて言うかなと思ったら、なんかもっと構ってよとかじゃなくて、自分がその子供がね、自分らしく生きてれば僕はいいよっていうような感じがするんだよね。なのでその答えでした。なるほど。はい、若菜さんは？私は、両親は亡くなってはいるんだけど、両親のようにたくさん育ててくれた方たちがいるので、その人たちに対してはもう目いっぱいのなんかこう溢れてくる愛情で関わるっていうことと、プラス、その方たちに直接っていうだけじゃなくって、なんか私が出会った方たちに対していただいた愛をそのままなんか私らしく、あとは伝えていったり注いでいったりするっていうことで、なんかそのいただいた愛を循環するっていうことを恩返しにしたいなというふうに思っています、これも常に意識しながら生きていきたいですね、そうですね。はい、ということでジョーさんの回でした、また引き続きバルセロナからね、面白い方々をインタビューしていきたいと思います。ライフトラベラーカフェは、毎週週末にお届けしています、次の放送を見逃さないようにぜひ購読ボタンを押してください。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe